元西敦弘は、長崎県長崎市出身の元プロ野球選手。野球解説者、プロ野球コーチ。私立警保高等学校では、当主として1980年夏の第62回全国選手権大会に出場。1回戦で、東北高等学校の中条前夜と投げ合うが例から、4で寒風負けを喫する。高校卒業後は、 社会人野球の三菱重工長崎に進み、内野手へ転校。1981年から都市対抗に3回出場。1985年、1986年の大会では NTT 九州に補強され、チャンスメーカーとして活躍した。国際大会では1985年の第13回アジア野球選手権大会。 第7回インターコンチネンタルカップの日本代表に選出される。1985年度ドラフト会議にて、阪急ブレーブスから4位指名を受け、翌年のシーズン後に入団。1987年より一軍に定着。外野守備の名手として知られ、外野だけでなく三塁を守ることもあった。派手さはないものの堅実なプレーを披露し、入団3年目の1989年に、 ゴールデングラブ賞を受賞。同年は規定打席不足ながら打率302を記録するなど打撃でも活躍した。5月26日の近鉄戦では吉井正人からサヨナラヒットを放っている。また、1991年には自身唯一の規定打席到達を果たした。1994年には当時レギュラーに定着してからまだ日の浅かった。 田口総と一郎に外野守備の指導を施し、元西も含めた同外野シトリオは当時9回一の守備力と言われた。なお、一郎は名優だという。1997年シーズン途中、金銭トレードで阪神タイガースへ移籍。8月12日のヤクルト戦では山本いつきから大打満塁逆転本塁打を放った。1998年シーズンに、 阪急、オリックス時代の同僚だった、古水勝之と共に、戦力外通告の後に二人揃って、金銭トレードで恩師の上田理事が監督を務める日本ハムファイターズに移籍。守備固めで活躍するが上田が優待した1999年に、再び戦力外通告を受けた。同年のシーズンオフに、千葉ロッテマリーンズにテスト入団し、ロッテでも守備固めとして活躍し、 時には三塁でスタメン出場もしていた。2001年オフに現役を引退。引退後、2002年にロッテで2軍内野守備、総類コーチを務め、同年に退団。プロ野球マスターズリーグでは大阪ロマンズに参加し、好成績を収めた。その後、NHKBS のメジャーリーグ中継や J スポーツで解説をしていた。ネットラジオ放送では、 初のイースタンリーグ中継が行われた際に解説を担当した。また社会人野球チーム、千葉熱血メイキングのヘッドコーチも務めていた。2010年、東北楽天ゴールデンイーグルスの一、軍外野守備総類コーチに就任。2011年5月16日から一軍打撃コーチ補佐を務め、6月5日に一軍打撃コーチに昇格した。 2012年は一軍外野守備走塁コーチに復帰したが、同年シーズン終了をもって解任。2013年1月から3月まで韓国プロ野球、ロッテジャイアンツの春季キャンプで走塁などのインストラクターを務めた。2013年から FOX クススポーツジャパン n NHKBS のメジャーリーグの解説を担当。同年10月30日。 ロッテジャイアンツの一軍作戦総類コーチに就任した。2015年から二軍打撃コーチを務め、同年限りで退団2016年、独立リーグベースボール、チャレンジリーグのシナのグランセローズ監督に就任。2017年にチーム創設以来初のリーグ優勝を達成した。2018年前期は、僅差で優勝を逃し、後期は3位に終わり。 9月17日に同年、限りでの退任が発表された。2019年からは、J スポーツの MLB 中継の野球解説者として、活動する。また、同年には、女子野球の花舞の助監督に就任した。2020年より、社会人野球の花舞の監督に就任した。総部2年目のチームを都市対抗予選初出場で、本選出場の快挙を成し遂げた。 週刊ベースボール内の読者に技術指導をするコーナーを担当していた。読者からの千葉マリンスタジアムは強風のため大変守備が難しい球場だと言われているが本当かという質問に対しちっとも難しいことはない。むしろ風が吹いた方が面白かったと守備の名手らしいコメントを残している。現役時代9界1の外野手と言われただけあり守備に対する 批評眼は厳しい。オリックス時代の同僚で、メジャー騎士の名手とされている一郎の守備に関してすら、週刊ベースボールの記事で、うまくない。見せるプレーが多く、基本から外れていると評価するほどである。一方で、今まで見てきた、外野手の中で一番すごい選手は誰かの問いには、新庄強しの名を挙げており、打者が打った瞬間の一歩目のスタートが非常に早いと語っている。 一方、打撃は守備ほど特筆するものはなかったが、粘り強くしぶといことで知られていた。現役時代得意にしていたのは当時、近鉄のエースだった、阿波の秀行で、各球種の癖が全部わかっていたので、弾は、早いが打つ自信があったと語っている。逆に苦手だったのは、工藤君康。なお苦しくも得意、苦手ともに、左投手であるが、これについては、 右投手の時には使ってもらえなかったからと自虐的に語っている。口癖は逆にと言いますか。要するに、三女は劇団4ドル50セントに所属する女優の元にし、先簿。テレビウェブラジオ映画。ありがとうございます。